ヤンダ・シルバ・ゴームズは、ブラジルのサンパウロ州サンパウロ出身のプロ野球選手。宇藤右内 MLB のシカゴ・カブス所属。ブラジル出身で、初の MLB 選手である。1987年に、ブラジルのサンパウロで生まれ、12歳の時に家族と共に、アメリカ合衆国へ移住する。フロリダ州マイアミのマイアミ・サウスリッジ高等学校を、 卒業後、テネシー大学に進学した。2008年の MLB ドラフト39巡目で、ボストンレッドソックスから指名を受けるが、契約には至らなかった。トロントブルージェイズ時代2009年の MLB ドラフト10巡目で、トロントブルージェイズから指名を受け入団。2012年5月17日。 アダム・リンドに代わって、トリプル A 級ラスベガス・フィフティワンズから昇格した。同日のヤンキース戦で、ブラジル人として、初のデビューを果たし、フィル・ヒューズからアンダも記録した。クリーブランド・インディアンス時代2012年11月3日に、エスミル・ロジャースとのトレードで、マイク・アビレスと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。また、パナマで開催された第3回ワールド・ベースボール。 クラシック予選のブラジル代表に選出された。パナマ代表との本大会進出決定戦では決勝的自打を記録し予選突破に大きく貢献した。本戦への出場も期待されたがシーズンに専念するため辞退した。2013年3月11日にインディアンスと1年契約に合意。3月25日にトリプル A 級。 コロンバスクリッパーズへ移動。4月9日にメジャーへ昇格した。4月24日にトリプル A 級コロンバスへ降格したが、28日に再昇格した。この年は88試合に出場して打率。294、11本塁打、38打点、に盗塁を記録した。守備では DRS11 を残した。また、7月30日には、 MLB 史上初のブラジル人投手であるアンドレ・リエンゾと初のブラジル人対決をした。2014年3月10日にインディアンスと1年契約に合意した。3月31日にインディアンスと総額2300万ドルの6年契約に合意した。シーズンでは初めて規定打席に到達し、打率278.21本塁打74。 打点などと活躍した。ブラジル人として初めてシルバースラッガー賞を獲得した。2015年は離脱もあり、95試合の出場に止まった。打撃では打率、231、出場試合数を超える104三振を記録したが、3シーズン連続2桁本塁打となる12、本塁打を記録した。 2016年7月に右肩を故障して故障者リスト入りした。さらに、復帰直前にマイナーリーグの試合で右手首に支球を受けて骨折し、引き続き戦線離脱する羽目になった。最終的には74試合に出場したが、打率、167.9本塁打、34打点という成績に止まり、全体的に低調だった。 守備では73試合でマスクをかぶり、3失策、守備率99、995、DRS0、投類阻止率37%という安定した成績だったがフレーミングは初めてマイナスに転じた。シカゴカブスとの2016年のワールドシリーズに出場したが、ロベルト・ペレスに先発を奪われ、チームも3勝4敗で敗退した。 2017年1月20日に背番号を7に変更した。この年は105試合に出場し、打率232、14本塁打、56打点という成績で、打率はあまり高くないものの出塁率と超打率が大きく上がり、オプスは708になった。守備では103試合で、投塁阻止率42%などを記録した。 2018年は前半戦に打率247、10本塁打、32打点を記録し、オールスターに代替で初選出された。オールスターゲームにブラジル人選手が選出されるのは史上初のことである。最終成績は112試合に出場し打率266、16本塁打、48打点、オプス762であった。 守備では111試合で保守を務め、DRS4 で4年ぶりにプラスに転じた。2018年11月30日に、ジェフリー・ロドリゲス、ダニエル・ジョンソンとのトレードで、ワシントン・ナショナルズへ移籍した。翌年から、インディアンスの正保守は、ロベルト・ペレスとなった。2019年は、カート・スズキと出場機会を分け合う形で97試合に出場し、打率。 223、12本塁打、43打点だった。守備では投塁阻止率30%、DRS はプラスだったが、フレーミングはマイナスだった。ポストシーズン、NLCS で、経営3打点を記録した。ヒューストンアストロズとの2019年の、ワールドシリーズでは、第3戦で、鈴木が負傷したため、第4戦以降は、フル出場し、 球団史上初のワールドシリーズ優勝に貢献した。最後の打者のマイケル・ブラントリーに対してダニエル・ハドソンが空振り三振を奪い優勝の瞬間のボールを補給してシーズンを終えた。11月2日に球団側がオプションを破棄したため FA となった。オフの10月31日に FA となったが11月27日に ナショナルズと2年1000万ドルで再契約したと報道され、12月10日に正式公示された。2020年は打率、284、出塁率、319、超打率、468で4本塁打、13打点を記録した。8月21日のマイアミマーリンズ戦で、 通算100本塁打に到達した2021年7月30日にドリュー・ミラス、リチャード・ガッシュ、セス・シューマンとのトレードでジョシュ・ハリソンと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。オフの11月3日に FA となった。2021年12月1日にシカゴ・カブスと2年、総額1300万ドルの契約を結んだ。パワーのある打撃が魅力の攻撃型保守で、 通算の長打率やオプス、二類打数、本類打数などの打撃指標は、インディアンス時代、アメリカンリーグの保守の中でも有数であった。また、守備も高いレベルにあり、ベースボールプロスペクトゥスでフレーミング、送球、ブロッキングなどすべての測定可能なプレイで、強いポジティブな結果が出ており、高い評価をつけられている。ブラジルの野球は、 日本野球の影響を大きく受けていることもあり、幼少期は日本プロ野球の選手になることを夢見ていた。ありがとうございます。